文部科学副大臣のもとに設置したアンチドーピングのタスクフォースの最終報告を取りまとめました。アンチドーピング体制の構築強化に向けたタスクフォース特別検討チームは、当時の富岡副大臣を座長として昨年12月に設置し、今年8月からは水落敏栄副大臣を座長として話し合いを進めてきました。そしてこの度報告書がまとまりました。座長である水落敏栄文部科学副大臣にお聞きします。このタスクフォース特別検討チームですが、2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年の東京オリンピックパラリンピックと国内での世界的なスポーツ大会開催を控えて受けて設置されましたが、日本ではどのような体制が求められているんでしょうか。そうですね、我が国は今まで、オリンピック競技大会パラリンピック競技大会等でですね、アンチドーピング違反者を出していない、そうした現実がございます。要すればですね、私の言葉で言うとですね、アンチドーピング、要するにドーピングをしない文化が日本にはあるというふうに思っておりまして、これからもしっかりとそうしたことを守っていきたいなと思っております。で、まあ、2019年のラグビーワールドカップ、あるいは2020年のオリンピックパラリンピックにおいてはですね、やはりドーピングをしないような体制をしっかり作っていかなくちゃいけないと思っています。そのためにやはり検査員の育成だとかですね、あるいはそのドーピング違反を未然に防ぐ体制の整備、こうしたことが必要じゃないかなと思ってます。今回タスクフォースでの検討で核となったのは、2020年東京大会などの国際競技大会に対応するための国内体制の整備です。具体的には、語学力や実地経験を備えたドーピング検査員の育成、関係省庁との情報共有体制の整備、アスリートやサポートスタッフへの教育や医師薬剤師への研修など教育・研修活動の充実、進化するドーピング技術を検出する検査の開発など研究開発の促進の以上4つです。水落副大臣は先日、そして9月に WADA の常任理事会に参加され、はいはい、またリオのパラリンピックではこのアンチドーピングの啓発活動の視察もされたということで、国際的にはどんな話が出て、何をその場でお感じになってこられたんでしょうか。私はパラリンピックの閉会式に参列させていただきました。その中で選手村の食堂にですね、アンチドーピングのコーナーが設置されておりまして、はい、やっぱりアンチドーピングはしてはいけないんだよというですね、啓発運動をしっかりとやってる。例えばですね、アンチドーピングがどういうものかっていうアンケートを取りましてね、はい、来られた方にね、そしてその方々にアンケートに答えた方々にですね、アンチドーピング協会のですね、T シャツをプレゼントするとか言ってやってですね、でパンフレットなんかも持って帰っていただいてね、そうした啓発運動をやってることにですね、私は感銘しましたですね。常任理事会などではどのような話が出たんでしょうか。はい、その後スイスに参りまして、WADA の常任理事会に出させていただきましたけども、その中でやっぱり我が国としてはですね、2020年東京オリンピックパラリンピック、その前の2019年のワールドカップに向けてですね、やっぱりアンチドーピングの体制をしっかりと作っていきますよと、そして現在、タスクフォースを開催をしてですね、近く報告書を取りまとめますと、さらには来年度予算についてですね、今の予算を増やして、そして体制強化していきますよというようなことを私から話させていただいた次第です。他国と比較しまして、うん、日本というのはこの2020年の東京大会のホスト国として何を、そしてどのように何を取り組んでいく必要があるのでしょうか。やっぱりですね、その
クリーンな大会にするっていうことがやはり一番の目的ですから、さっき申し上げたように繰り返しになりますけどね、やはりその情報の共有研修をしてですね、ドーピングをしないよというふうなことをですね、我が国に徹底していかなくちゃいけませんね。それからやっぱり具体的にはそれをその検査する検査員の増強、それから申し上げたような教育研修、そうしたことがやっぱりこれから大事になってきますから。検査体制に関しては現在日本には WADA 世界ドーピング防止機構が認定する検査機関が1カ所あります。その機関が1年間に検査する検体が5000件から6000件、それに加えて東京オリンピック・パラリンピック期間中の5週間で同じくらいの量を検査しなくてはなりません。また国際大会ということで語学力、そして責任者となれるだけの実地経験やマネジメント能力も必要となります。アンチドーピングの体制強化とは、教育・啓発はもとより人材育成など検査体制の強化も必要となってくるのです。世界からの日本に対する注目度というのは高いんでしょうか、期待度というのは。やはり今度のですね、東京オリンピック・パラリンピックの開催が2020年に決まったのもですね、やはり日本は選手たちはやっぱりそうしてドーピングやってないんだということがやっぱり評価されていると思いますね。そうしたこともこの誘致の一つのポイントになったんじゃないかなと私は思ってますが、はい、今回このタスクフォースで報告書がまとめられました。次、今後どのようなスケジュールで動いていくんでしょうか。やはり2019年のラグビーワールドカップに間に合わせるためにはですね、やはり2019年4月ぐらいまでにはですね、法整備をしっかりしてやっていかなくちゃいけないというのが一つありますね。で、そうした中でやはり教育研修とかですね、から人材の育成あるいは研究促進については、すでに国内調整を始めていますのでね、で国会による予算の承認を得て、そして来年度の4月ぐらいからですね、実施したいということを私は思っています。ではもうすでにその報告書の内容を受けて動き始めている、始めているということですね、はい、お待ったなしで、待ったなしですね、進んでいくということなんですね。いろんなスポーツ業界とかですね、皆さんのご協力いただいて本当に熱心に精力的に7回の、タスクフォースをやっていただいて取り巻いていただいた、本当私はもう感謝の気持ちでいっぱいですね。よくこれだけまとめてくれたなっていうのがですね、正直な気持ちです。これから具体的に進めていく立場と、そうなんです、はい、ですからそれを受けてですね、これから私がしっかりやらなくちゃいけないなという気持ちです今は。ありがとうございます。アンチドーピング体制の構築、そして強化に向けた動きについて、今回は水落副大臣にお話をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。